です血糖値を気にしている糖尿病の方とか自分みたいな不定腫瘍持ち自律神経が乱れていろんな症状を経験した、うん、人向きにあの今までやってきて少しは効果があったようなものを実践したいと思います。 素人なんで、その辺はアバウトでご理解ください。はじ、まあ、めに、あの、背中ですね、えっと。通常ですね、タオルケットをロー,ロール状に巻いて、あの、背中の、えー、胸椎の、胸椎とあの腰椎の間ぐらいにかませます。 こんな感じですねで横にこうやって振ったり縦に少しこうやってずらしたりしますね。ちょっとあの頭の方を上げるような感じでちょっとこうやって圧をかけたりしてこうやって横にずらすのもいいかと思いますね。それで あのこの間紹介しましたあのこのダイソーの100均で売ってると思いますねこれを同じような場所にかますんですね、えっと、背骨を真ん中にして、えー、2つのボールを、えっと、両,両サイドに持ってきて かましますこんな感じで,でこちらも左右にこうやって軽くこちらは痛いんで振ったりっ少しえっと上下に上下っていうか足の方とか頭の方とかこうやってスライドさせますね こちらは、えっと、内臓ですね。えっと、背中側の内臓、えっと、膵臓とか腎臓、この辺を刺激するんで、うん、一応その辺のツボになってますね。次は、下からいきますね。これ足で、この出っ張りありますよね、ゴリゴリした。そこの指2本。 下の部分こうやって自分はこうやって揉んでますねすごく気持ちいいですよこれをあの両方の足まあ適当にどうですかねあすっきりしたぐらいの海水でいいんじゃないですか12分もやれば十分じゃないですかねそれで次はですね あこちらもあの,水蔵の壺ですね、えー、と全体的にあの血糖値に関するツボなんでで今度は大体いいこの足の内側の真ん中あたり骨のちょっとこの下の辺りですねこの辺を、まあ、両手の方が早いですけど、まあ、片手でも大体いいね まあこの辺って言うんですけど、まあ、素人なんで指1本分、えっと、上下を考えてもいいと思いますね。まああのふくらはぎのもみはあのどこもでも健康にいいでしょう。まあそういうことでだいたいアバウトなんでもめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。これを上下やると。 で基本的にまあこれは別の話になりますけど、まあ、ふくらはぎのストッチもやってますんでなおかつここもやってもいいかなっていうところですね。それであとは手ですか手の小指からずっときて、まあ、この辺ですねこれもアバウトで大体この真ん中たりを。 ぐりぐりちょっと分かんなければ指半分,半分ぐらいの、えっと、気持ち上に持っていくとか下に持っていくとかまあ大体この辺ですよこれも板気持ちいいこれもこっちも同じですねまあ以上のねあの4箇所になるんですよね えと背中、胸椎、まあ、胸椎の一番下あたりですかね、まあ、その辺は、えー、と上下して刺激を与えた与えてくれればいいですねあと足のこの1本2本ぐらいの位置ですね他やったって他の臓器に刺激するんで体にはいいってことですよまあその辺はね深く考えないでいいと思いますねまあプロでしたら 仕事なんでその辺はしっかりやるでしょうが、素人はそんなもんでいいんじゃないですかね。まあそんなことであのやってみましたけど、まあ糖尿病の方はどうなんですかね。ちょっとわかりませんけど、血糖値には影響出るかと思いますね。まあ不定週粗持ち自律神経がいかれてたりすると。 えと各臓器、うん、血管と同じような、えー、と範囲で支配されてるもんですよそのうちの例えば膵臓もコントロールしてたりするわけですから、あのー、食後の眠気とかだるさとか日常的なだるさがちょっと入ってたり。 えー、一番症状のきつい急隙、えー、っていうのがあるんですね一番ひどい時期でそういう時にいろんな症状がもうえー、らい嵐のようにやってくるわけですよそのうちのや中でもやっぱりね先ほど言ったように糖尿病みたいな症状が出るわけですねで血液検査も尿検査も異常ないと ヘモグロビン A1C が5.5から5.6ぐらい。でも予備軍じゃまずいんで、まあいろいろ運動なり、まあ食事療法とかはしてないですけど、まあ、まあ、多少はしてるかな。まあ、それでもね、野菜からた食べ始めたり、すいません、猫で。あ、野菜を食べ始める。 っていうのがよく聞かれることですけど、どうも。野菜とご飯だったら、ご飯を交互に食べた方が効果がありそうですね。ま、それと同じように自分はあの一応。食事の前は？お酢を飲んでるんですが、もうずっと前の動画で紹介してますが、まあそれの効果もあるし。 まあそんなことをねいろいろやってきまして、まあ、自律神経の不調でそういう、うん、別に糖尿病って診断されてないんですが、まあ、自律神経の不安定のマックスの時期よりこういろんな症状がなくなってくるわけですよ今現在まで辿たどると。まあ、それと同時にその糖尿病みたいな症状もね 同じようにこうなくなってきてきるんですねそれでもまだ今でもあるんでまあこういうこともねまだ継続してやっていくつもりでやっていくつもりではいるんですね。検査でちゃんと出ればそういう薬なりなんなりあるんでしょうけどこの自律神経の不安定っていうのはいろんな症状が出るんで何ともねうん言えないものなんですよ。まあそんなことで簡単な。 1。背中足。手、それと！うん、足裏か。まあその辺をね。紹介してみましたけど。まあ、自律神経もそうですけど、あの体から治すっていう方向は？何でもいいかと思いますね。まあ、以上です。穴ぐらでした。ありがとうございました。失礼いたします。